というわけで、今回から始めていくゲームはこちら、ファイアーエンブレム風化雪月ということでやっていきたいと思います。ノーマルハード、ルナティック、ルナティック、ノーマルの下はないですか？ノーマルの下ないの？じゃあノーマルでします。カジュアル、失った仲間は戦闘終了時に復活、お手軽なモード。失った仲間は戻らない、じっくり考えるモード。いや、これはこっちにしようか。誰も殺さないようにすればいいだけだもんね。あ、ネットワークはいいです。あ、下のかわいい、何これ。女性人気が高いゲームだと聞きました。帝国歴91。あー、まだ読んでる。戦争して、うわ、すっげえ数。うわ、すげえ飛んでる。え、何と戦ってんの？てか、どんなゲームだこれ。うわわ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 、あ、熱い熱い熱い。おじいちゃん超強えじゃん。勇者かな。え、なにこれ、人間同士で戦ってんの？いや、すげえ数。あ、女の人いる。セイロス様、クソ美人。なになに、え、このおじいちゃんとセイロス様が上の人。分からん、もうどっちがどっちか。え、何、これから主人公がどっちかにつくってこと？じゃあセイロス様がいい。危ない危ない。なんかリーチ長すぎる。ずるいずるい。おうおうおう、素手でいくの、素手でいくの。セイロス様案外武闘派。赤北に覚えているか、ネメシス。ネメシス、わわわわ、死ね死ね死ね。貴様が私から全てを。相当恨まれてるね。なんかしたの、ネメシスさん。さすがに死んだ。よかったね、勝って。え、なになになに、わ、全然わからん。お母様。お母様？剣が？え、待って、思ってるやつと違う。なんか魔物と戦うんだと思ってた。誰か寝てるわ。こんにちは。起きた？おはよう。お主。お主。そこで何をしておる？俺？え？主人公だよね。いかにしてここに入り込んだのか知らぬが、わしの寝顔を盗み見るとはなあ。はあ、まったく。いや、寝てるとは思わなかったんだよ、多分。もそっと近寄れ。お主の姿をよく見せよ。うわ、イケメン。あ、かわいい。
あーでもどっちでもいいんだけどな。女性人気高いっていうし、女の子で行こうかな。まずはまずはって2周目する気なのかな。え、かわいい、この子かわいい。あ、知らぬ顔のようじゃの。あ、かわいい。やっぱり一体何者じゃ。幽霊だ、邪神だ、人間だ、人間だ。お主、人間と言うたな。え、ならば名を名乗れ。俺、徳仙か。徳仙か。待って、あなたは人間じゃないの。あら、あー、シオンでよろしいですか。よろしいです。なるほど、さすがは人の子、耳慣れぬ名じゃの。あ、本当だ、この顔耳とんがってるわ。人間なればこれにも答えられよう。何の節の何の日の生まれじゃ。ちょっと何の節っていうあの概念ないからさ、わからんわ。あ、3月、あ、そういうこと。かっこいい。1月守護の節、天魔の節、かっこいい。花冠、うわ、かっこいい、読めねえ。どうしよう。花冠いいな。飛竜、うん、どうしようかな。花冠にしよう。あ、別にいつでもいいんだけどさ。25ぐらいにしとく。花冠かっこいい。何、わしと同じとは。あ、同じなんだ。うん、おかしな偶然もあったものじゃ。え、同じなの、本当に。何やら懐かしい心地がするが、わしはもう一眠りするかな。また寝るんかい。でも誕生日一緒だとなんか親近感湧くよな、謎に。はい、じゃあ近い。とか、あなた誰なの、ここどこなの。おい、そろそろ起きろ。渋。またあの夢でも見てたか。あ、夢なの。戦争の夢、少女の夢。あ、戦争も夢なの、少女も夢なの。まず戦争の夢見たから戦争の夢かな。大平原を埋め尽くす大軍の激突か。ついぞ300年は起きてねえがな。今は平和なんだね。まあいい、そんなもん忘れちまえ。戦いに雑念はいらん。かっこええ。俺たち傭兵の仕事は命がけなんだ。傭兵ね。余計なこと考えてると早死にするぞ。さあ、とっとと支度しな。次は王国での仕事だ。300年起きてない戦争が今起ころうとしてるとかない？大丈夫？少し距離があるから夜が明けたら出ると言っといたろう。そういえば言ってた気するわ。覚えてないけど。まったく、お前以外はもう外で待ってるぞ。待って、今ちょっと好感度上がった。ジェラルドさん、すまんが来てもらっていいか。どうした？どうした？なんかあったのか。突然申し訳ありません。何？あら、イケメンと美女が。こんな時間にガキどもが揃って何のようだ。実は私たち盗賊団に追われているんです。どうか力を貸していただけませんか。ごめんね、ちょっと顔かぶっちゃうね。盗賊だと？ええ、野営中に襲撃されたのです。ああ、かわいい。うまいこと仲間と分断されて多勢に無勢。チャラそう。金どころか命まで取られるところでしたよ。うわ、うまいこと言ったみたいに言うなよ。その割には随分とのんきな。ん？その制服。制服？村の外に人影。かなりの大所帯だ。来やがったか。たく、ガキどもはともかくこの村を見捨てるわけにはいかない。ガキどもも見捨てないであげて。おい、行くぞ。用意はいいな。おうよ。
任せろ、チュートリアルだろ。何これ何、セーブスロット1でいいんだよね。下のやつかわいい。でもロード長、おお。お？夜明けの遭遇戦、序章、必然の出会い。おお、始まる始まる。村が巻き添え食わねえようにさっさと片付けちまうぞ。おいよ、まずは手前にいる連中を始末して敵の出鼻をくじいてやれ。会話とかできんの？会話しよう。いや悪い悪い、あんたらのおかげで命拾いしそうだ。こんな偏僻な村に腕利きの傭兵が、まさに天の廃材、日頃の行いのおかげだな。いやお前の日頃の行い知らんけど、まあ、待機しといて。あ、おじさん動かせないの？あれ、敵の攻撃に備えながら進むぞ、うん、森の中にでも陣取っておけ。それでいい。森にいれば敵からの攻撃を有利な状態で受けられるからな。へえ。森の地形の他にも深い森や回復床など様々な地形が存在し、回復床がいいわ。カーソルを合わせると地形効果や情報を確認できます。ユニットがいないので X ボタンを押すと地形情報やユニットアイコンを。みんな、もういけないじゃん。俺が教えてやった戦技、ここで使ってみろ。戦技、各ユニットは必殺で技である戦技を発動できます。戦技を発動すると通常より多く武器の耐久が減ります。困った。また強烈な反面、追撃できません。は、剣術や槍術などの知能レベルが上がると、その技能に応じた新しい戦技を習得できます。医学や信仰の技能には戦技がなく、代わりに魔法を習得します。とりあえず、ここ行って戦技。
方が悪いんだけどさ。そう、なんで村に傭兵がいやがる。こうなりゃまとめてぶちのめす。村には傭兵いないのかな。あ、おじさんが動き出した。近くに味方がいるときに攻撃すると敵が威圧されて攻撃を当てやすくなるぞ。あ、なんだ、こいつ倒せばいいのか。え、金持ちの子なのかな、霊嬢なのかな。おおおお、大丈夫か主人公、時止まって。何、異空間に飛ばされたのだが。アヌシアヌシアヌシ、あ、女の子。気をつけよ、わしを歩める気か、しれものめ。わしを歩めるってどういうこと。おぬしごときには己が命の誠の値打ちなぞわからぬじゃろ。まったくわしがおぬしを導いてやらねばな。あ、まず名を名乗れ。誰だお前。わしの名はソティス。あ、名乗ったわ。始まりのものと呼ばれておる。ものと呼ばれておる。ほう。で、誰？ソティスさんは何者なのじゃ？ソティス。ソティス。確かにわしはソティスじゃ。それに始まりのものか。一体誰にそう呼ばれておったのか。すっごいふわっとしてるね、記憶。ソティス。何、わしは今まで名前すら思い出せなんだのじゃ。それが宣告はするりと口をついて出た。おかしなこともあるものじゃ。なんじゃその顔は。おぬが名前すらわからぬわらしと思うたか。思うた。ならばそのわらしに命を助けられたお主はどうなんじゃ。まったく。ここどこなの、どうやって命助けたの。ひど、わらし以下だ。あ、ひどいって。自分を卑下してるのかこれ。いや、わらしではないよ。おー、偉そうに。見た目ばかり育っておるようじゃな。たかが小娘一人救うために盗人の斧の前に体を投げ出しようって。ちょっと体が勝手にね。わしがとっさに時を止めたから良いものの、あのままでは死んでおったぞ。あ、時止めてくれてたんだ、ありがとう。そう、素直に感謝すれば良いのじゃ。うん、わしも助けがいがあるというものよ。しかしとっさとはいえ、酔う時を止められたものじゃ。どうやったのか。
この後どうすればいい？再び時を動かせば、あの斧はお主の背に見事に吸い込まれ死ぬじゃろうな。じゃあ動けないじゃん。当たり前じゃ。はあ、お主のせいでわしまでこのような目に。一体どうすればよいのかの。あ、そうだそうだ、座して塩バト。もうバッドエンドだわ。そうだよ、止めたまま自分だけ動けばいいじゃん。賢い。えい、そのようなことができてたまるか。いや待って、え、それできたら最強じゃん。負け知らずじゃん。そうか、止めた時を巻き戻せばよいのじゃな。うん、できそうじゃん。まったく世話の焼けるやつめ。言うの。巻き戻る時はわずかなれど、何が起こるか知っておれば命を守るのはたやすかろう。では行くぞ。炎をその身に宿せし者よ、時のよすがをたどりて斧が答えを見出せ。戻せるって強ない？おーい、おーい、ちゃうわ。こっち死にかけとんやぞ。お前今何か。セイロス騎士団、ただいま参った。生徒を脅かす盗賊ども、覚悟せえ。遅い遅い。おい、盗賊が逃げていくではないか。貴殿らは後を追うのだ。ハイロスさん、遅いのよ。さて、酋長たちも無事のようだな。と、そちらは。おっと、面倒な奴が来ちまった。MVP、 そうね、一 MVP とかあるんだ。まあ、一番戦ってたからな。やはりジェラルト団長ではないですか。お久しぶりですな。右肩左肩が、左肩どうなっとん。これで人殺せるわ。私のこと覚えておられますか。自称、あなたの右腕、アロイスですぞ。アロイスか、これさっき名前間違えた。まあ、自称って自分で言うんだ、えらいえらい。団長が突然いなくなってから20年。へえ。ずっと生きていると信じておりました。相変わらずうるせえやつだな、アロイス。それにもう団長じゃない、今はただの流れの傭兵。そういうわけで次の仕事があるから、またな。ジェラルトさんは団長から傭兵になったんだ。ではまたどこかで。ってそうなるわけないでしょうが。団長には修道院まで来てもらいますからね。修道院、ガルグマク大修道院か。へえ、そうなるよな。なんでそうなるの。おや、もしかしてそちらの若者は団長のお子さんですか。お子さんではないと思う。てかそもそもさ、どれが正解なのかわからんのよ。娘ではないだろうけど、逃げ遅れた盗賊の一味なの。本当に赤の他人ではないよね。またまたそんな冗談を。団長と雰囲気がそっくりではないか。貴殿にもぜひ大修道院を見てもらいたい。どうこう願えるか。いいけど。いや、わからんのよ、関係性が。
どうかしましたか、団長。まさか逃げようなんて思ってませんよね。かのセイロス騎士団を相手に逃げ出せるなんて、さすがの俺も思ってねえよ。セイロス騎士団か。確かに腕が立つ者どものようじゃな。ソティス普通に喋れるやん。どっから喋ってる。ほれ、あちらで呼ばれておるぞ。お主、さっさと行ってやれ。脳内で響く声。さっきは助かったわ。ありがとう。それにしても腕が立つのね。エーデルガルトだって。呼びに行く。あなたは傭兵なのよね。しかもあなたの父はセイロス騎士団の元団長、歴代最強の騎士と謳われる怪人ジェラルト。本当にお父さんなの？あ、本当にお父さんなんだ。なんだ、そんなことがあるの？何か言えない事情がありそうね。あ、なんだ、髪の色とか全然違うし雰囲気違うから普通に赤の他人だと思ってた。なあ、一緒に大修道院に来るんだろ。道中いろいろ話を聞かせてくれ。話すことなんて何もないよ。ああ、俺たちは大修道院に併設されてる士官学校の生徒なんだよ。課外活動中に盗賊に襲われてな、ひどい目にあったってわけさ。あなたが真っ先に逃げ出すからじゃないの？そうだったそうだった。聞いてくれよあんた、こっそり俺だけずらかろうとしたところへこいつらがついてきたせいで、盗賊は揃いも揃って俺たちを追いかけてきちまった。とんだ笑い話さ。クロード、お前はそんなことを考えて皆のためにおとりになったものと思っていたが。ずらかろうとしたって言ってたじゃん。そうに決まってるでしょ。言葉の表しか見ないようじゃメイ君にはなれないわよ。言葉の裏ばかり読んで猜疑心にまみれてもメイ君にはなれない気がするがな。おっと、帝王学の議論か。二人ともさすがだな。しかし猜疑心の塊の俺からしたら、まだまだ純粋なヒナみたいな応酬だぞ。ヒナ、口が減らないわねあなたは。まあいい、それより今はお前のことだ。お前言うなよ。助けてやったんだぞこっちは。盗賊団の頭相手に一歩も引かぬ戦いぶり、俺ももっと強くならねばと思ったよ。いや十分強いんじゃない？確かにそうね。あなた帝国で働く気はない。何を隠そう、私はアドラステア帝国の。やっぱお嬢様だ。待てエーデルガルト、それなら俺も話がある。何？今ファーガス神聖王国はお前のように優秀なものを必要としている。わあ、いろんな国がある。ぜひ俺と共に王国へ。そこまでだ。まったく二人とも手が早いな。会ったその日に口説くなんてさ。俺は大修道院に向かいながらしっぽりと親睦を深めたいね。ごめんね、戦い方のせいで君一回も戦闘に参加してないね。まずはあんたの好みでも聞こうかな。どの国が好きなんだ？わかんねえよそんなもん。こやつら出自をことにするようじゃな。お主の好む国を答えてやるがよかろう。いや、わからんって。歴史ある大国。あ、女の子とかね。騎士の国、新しい貴族の共同体。わかんねえ。こっちかこっちだな。まあ一応剣士だし騎士の国がいいんじゃない、この子には。そうか、昔から騎士道に重きを置いてきた豪傑で立派な国だからな。おしゃべりはそろそろ終わりにしてくれ。大修道院へ向け出発するぞ。おっと、話の続きはまた後でだな。やれやれ、慌ただしいのう。まったく。じゃがあの小わっぱども、三者三様よの。女の子ね、エーデルガルトね。
気品の高い少女だが、常にこちらを寝踏みするような目で見られているような感じ。あ、全員？これ全員見ていくの？誠実そうな印象を受けるが、明るさの中にどこか陰りのようなものを感じる。人好きそうな笑顔が印象的だが、目が笑ってない気がする。油断できない相手かもしれない。ちょっと待って、敵になるの？味方じゃないの？うん、わしと同じ見立てじゃな。ふぅ、かわいい。また眠くなってきたの。とりあえずソティスが今のところ信頼できるってことね。お主、わしが眠っておるからと。すっげえ眠いんだろうな、常に。